やっほー、たまちゃんこと住吉たまきです。さあ皆さん、やってきました、トイストーリーオーマイカフェ。やったー、ずっと楽しみにしてたの、超プリティでしょ。では早速行ってみたいと思います。それではおーチェキラー。今回ガチャガチャみたいなのもあったりするらしいんですよ。はー、行ってきます。トイルーム、今回ですね、なんとおもちゃ部屋をイメージしたスペシャルカフェになっております。店内が可愛すぎる、住みたい。こちらです、じゃーん。楽しいよ、ここだけで。ちょっと中見てみましょう。可愛い、飛んでる飛んでる飛んでるよ。おもちゃ部屋みたいな、ででーん、すごくない？壁におもちゃがついてるの、めっちゃプリティー。この壁もいいよね。さあでは皆さん、早速ご飯も食べたいところなんですが、その前にグッズとか事前予約者限定特典のガチャガチャが今回あるということで、それに挑戦していきたいと思います。超楽しみ。じゃあ行ってみよう。じゃじゃーん。ではこちらがカプセルトイです。缶バッジが当たるらしいんだけど、全部で9種類で、さらに当たりが出るとミニキャンバスアートがもらえるみたい。ほんとね、缶バッジはね、ロッツォがいいかな、ロッツォ狙いでいいかな。あ、出た、じゃじゃーん、せーの、じゃん。あ、スイキーだー、かわいい、見て、かわいい、めっちゃかわいい。ちなみに当たりのキャンバスアートはこちらです。かわいい、これもいいね。ちょっとちっちゃめのサイズなので、机の上とかにもね、立てかけてもめっちゃかわいいと思います。たまたまチューブ。さあではお待たせしました、グッズはこちらです。ポリティー、じゃじゃーん、眼福。全部欲しいんだけど、爆買いしてしまう。これはまず1個目、こちら、これはですね、なんと私大好き、ランダム6種クリアステッカー。なんて可愛いんだ、もうどれが出ても当たり。こちらが税込み605円。そしてランダムシリーズ、今回ですね、なんとランダムシリーズ全部で4種類あります。大爆発中。それでは続いて2個目のランダムシリーズがこちら、じゃじゃーん、アクリルキーホルダー、これ後でやろう。こちら税込み748円。そして3つ目のランダムシリーズがこちら、アクリルバッジ、こんな感じでバッジになってます。でランダム8種で税込み770円。続いてじゃじゃーん、こちらランダム6種のマルチケース、こちら税込み715円なんですけど、うわープリティ。これがね、スペシャルカフェの壁のデザインだよね。かわいい、うーん、かわいすぎる。シンプル系かな。おー、バズ、うん、エイリアンもいます。ピンクはじゃん、あ、いいね、あ、絶対絶対あの方、せーの、じゃん、かわいい、手書き風、サニーサイドって書いてある。あ、これもかわいい、じゃん、ボニーです。お豆さん兄弟よ、かわいい。こっちがアンディ、これもちょっと手書き風の感じになってます。それでは続いてこちら、あ、マグネットケースだって。全2種、こちら各990円なんだけど、これいいじゃん。これ後ろにマグネットついてて、この冷蔵庫とかにね、つけれるみたいなあれでしょ。あー、こうひねって開けるタイプなんだ、めっちゃいい。こうパカってね、落ちちゃったりしないので。そしてこの巾着もプリティだな、ミニ巾着全3種、こちらもそれぞれ1089円です。え、これ買おうかなこれも買おうかな。メガボニー、これもいいな、あー、いいねー。これがアンディ、裏が総柄になってるね。これがロッツォさん、はい、あ、もうロッツォドーンって感じなんだね
続いてこちら、これはミニコンテナセット3つで1つの商品で税込み1760円。いいねこれ。これ収納にバズとジェシーとウッディ、おもちゃとか収納するにもぴったりじゃん。私的になんか机の上とかの収納とかにぴったりそうだなって思った、サイズ的にね。続いてじゃじゃーん、こちらがファブリックランチョン税込み1650円。いいね。あーもう物欲が止まりません。ご飯食べるときが楽しくなりそう。そして続いてが右奥、大カットクッション全2種、これが各税込み2640円です。ふかふか、裏がこんな感じの柄になってます。バズとエイリアンなんだけど、じゃん、なんと裏にこっちも全員いた、かわいい。ではラストがこちらです。このね、私オーマガメのねエコバッグも何個も持ってるんだけど、すっごい使いやすいし、この持ち手のところが太めだからね、安心感があるの。こんな感じの総柄です。ポケットがついてて、ここに全部収納してコンパクトに持ち運ぶことができます。たまたまチューブ。さあ、ということでご飯タイム、イエーイ。今回こちらのトイストーリーオーマイカフェ2シーズンあります。まず今回私が来ている1シーズン目はボニーのお部屋、そして2シーズン目がサニーサイドのお部屋です。これも可愛いんですよ。サニーサイドのお部屋はこんな感じになってます。それでは早速いただきます。まずドリンクがこちら、超プリティハムまんまるベリードリンク。これね、なんとね、私さっきちょっと聞いちゃったんですけど、ハムをイメージしてこのまんまるのグラスになってるんだって。コロコロしててめっちゃ可愛い。ちなみにレックスとスリンキーのドリンクもあるんだけど、レックスのドリンクはやっぱ体に合わせてちょっと大きめのグラスで、スリンキーはレックスよりもちょっと小さめのグラスになってるとか、外側からこだわってます。いただきます。優しい、すごいベリーの風味が後からふわっとくる。これから暑い時期になってくると思うから、このスムージーはいいよ。甘みはあるんだけど、ベリーヨーグルトスムージーなので、ベリーとヨーグルトの酸味もあって、ちょっとさっぱりしたドリンク、食後のねお口直しにもおすすめですね。うわー、かわいい。それではじゃじゃーん、めっちゃいい香り。ウッディ保安官のトマトパスタ、こちらはですね、なんとウッディをイメージしたトマトパスタプレートなんですけど、なんと保安官バッジが載っていて、これねびっくりしたんだけど、モナカでできてんだって。こんな可愛いモナカある。そしてこちらウッディのね靴の裏に書いてあるアンディ名前、それがねパンに印字されてます。いただきます。じゃがいも超美味しいんだけど、え、ホクホク、みんなこれ頼んだ方がいいよ。ってまだじゃがいもしか食べてないけど。サラダはね、スイートコーン、ビーンズ、じゃがいも、グリーンリーフなどをシーザードレッシングと和えています。おいしい。ちょっと待って、私本当にさ、じゃがいも大好きなんだけど。すいません、じゃがいもについてめっちゃ語っちゃうんだけどさ、今まで食べたじゃがいも歴代の中でトップオブじゃがいもだったかも。で超美味しい。え、みんなこれ食べて。いろんな食感が楽しめますね。ちなみにこのオーマイカフェのメニューはね、カロリーとあと塩分控えめで低糖質なメニューになってるので、すごい嬉しいです。たまたまーじゃあトマトパスタいっちゃおうかな。可愛くない？ウッディの服になってるんだよ、モナカ。なんか今日守られた気がする。ショートパスタのリガトーニというものを使用してるみたい。卵シートとケチャップでシャツ、そしてボタンをチーズ、ホルスタイン柄のチョッキをホワイトソースと褐色フィルムで表現してるみたいです。
こんなに食材入ってたんだ。あ、うわー、マッシュルームとか入ってるよ。うん、うまいな。うん、パスタはもちもちで、そこにマッシュルームのこのプリプリの感じが、食感がたまらない。バケットもね、これと合わせて食べて、うん、今実は私早朝に特別にさせ撮影させていただいてるんだけど、なんか早朝でもそんな私朝は食欲ないタイプだけど、重すぎないし、かといって昼とか夜とかでも十分な満足感があると。おいしい。このさっぱりとしたトマトソースがね、いいね。ということで、いかがだったでしょうか。もうグッズもご飯も可愛いし、美味しいし、本当に住みたいです。帰りたくない。帰りたくないよ。また来るしかない。ということで、今回こちらのトイストーリーオーマイカフェ、概要欄の公式ホームページからチェックしてみてください。そして今回ですね、事前予約者限定カフェ利用特典と、そしてリピート来店特典、カフェグッズ購入特典というのもね、あったりするので、そちらも合わせて公式ホームページチェックしてみてください。あとね、もうスーベニアも超可愛かったの。こんな感じなんですけど、対象のメニューにプラスでスーベニアをつけることもできるのでね、ぜひ皆さん来てみてはいかがでしょうか。ぜひもう行ったよっていう方、コメント欄で感想も教えてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタ、ツイッターもやってるので、ぜひ概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。